どうもハルトシです。今日はですね、ロングキックについて解説していこうと思います。ロングキックは蹴れるんだけども、バーンってただ遠いボールを蹴ってしまうとですね、ディフェンスに引っかかったり処理されてしまうことってあると思うんですけれども、じゃあそんな時にですね、使う有効な手段として、低弾道でですね、レーザービームのようにビューンっていうボールを蹴れたらですね、ディフェンスは対応しにくいですし、より早くですね、味方にボールを届けることができるので、めちゃくちゃ有効です。ただ意外とですね、この蹴り方を知らずに損してる人っていうのが結構いますので、低弾道のロングキックについて解説していこうと思います。このチャンネルではですね、 GK コーチ原俊のですね、経験や気づき、そして発見などをですね、発信していくチャンネルになっておりますので、ぜひともですね、チャンネル登録して他の動画もですね、チェックしてください。それでは今日の内容なんですけれども、1つ目、普通のロングキックと低弾道のロングキックの2つの動画の比較動画を見てもらいます。2つ目、何が違うかっていうのを解説していこうと思います。そして3つ目、具体的な練習方法について解説していこうと思います。はい、それでは解説していこうと思います。今からですね、2つの動画を見てもらいます。普通のロングキックと低弾道のロングキックですね、何が違うかっていうのを考えながらぜひ見てください。それではどうぞ。さあ、いかがだったでしょうか。どこが違うか分かりましたでしょうか。もう一度見てみましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。じゃあですね、解説をしていきたいと思うんですけども、まずはですね、何が違うかっていうところの解説をしていこうと思います。まずですね、ボールの当て方なんですけども、横からですね、ボールを見たとします。で、足が横から入ってくると、横から入ってくるともちろん横に行きますね。そのまま地面を這うようにボールが行くんですけども、普通のロングキック、ボーンって遠くに飛ばすような角度のある60度ぐらいですね、ここからここ60度ぐらいのボールっていうのは、少し下から入ったところを、でここの中心ですね、ボールの中心をこういう60度の角度で通っていくんですけども、低弾道、低いボールをより蹴りたければ、同じですね、入射角、入る足がこの60度から少し上がらないといけないんですね。上がってなおかつ低くなります。で、こっからの中心線を描くんですね。なので、ここから入って60度こういう角度で足が入るか、横少しですね、さっきより上から入って、なおかつ角度も低くですね、入ることによって、そもそもですね、ボールの軌道っていうのがこう変わってきますっていうのがまず1つ目ですね。今のですね、入射角を踏まえた上で、じゃあ実際に体をどういうふうに使っていくかっていうところを解説していきたいと思います。まず意識してほしいのは、体の使い方をしっかり意識してください。通常のキック45度ですね、蹴った時の45度の意識を、これが通常のキック。そして体の使い分けですね、蹴った後の45度、なので地面から30度ぐらいを意識して、入射角から30度、なので体も若干ですね、これちょっと上気味なのを少しやっぱり下に倒さないといけませんので、
入射角が変わってきます。入射角が変わってきます。この体の使い方っていうのをまずしっかり意識して、オウ！なのでですね、基本的なフォームは変わらないんですけど、ボールへの、入射角を変えることによって低弾道になったり、通常のロングキックになったりするんですけども、低弾道の方がよりですね、体をしっかり引き伸ばしてパチンという力はとっても必要になりますので、普通のまずロングキックが蹴れるようになることが大事です。それではですね、具体的な練習方法についてお伝えしていこうと思います。まず意識してほしいのは体の使い方をしっかり意識してください。オウ！こうやってですね、ボールのない状況で体を使えるようにまずなることが大事です。で、そして2つ目なんですけども、体の使い方が分かってきたら一歩距離ぐらいの助走で、そんなに力を入れずにですね、ほとんど体の動作だけで届く距離、だいたい僕の場合ですと25メートルぐらいですね、20メートルから25メートルぐらいでまずライナーの、ボールが蹴れるように練習します。その時に気をつけてほしいのが、ボールに回転がかかりすぎないこと。ボールにこれ回転が低弾道でボールに回転がかかりすぎてしまうと勢いが出ませんので、その後飛距離が飛びません。なので一歩助走でほとんどなるべくですね、回転数少ないぐらいのキックをまず、練習して、それが蹴るようになってください。じゃあ練習動画を見てみましょう。どうぞ。オウ！いう感じで練習をしてください。そして最後にですね、実際に助走を取ってみて、長い距離のキックをやってみて、角度の調整をですね、実践でやりながら徐々にですね、角度を取っていって低い弾道を蹴れるように練習してみましょう。はい、いかがだったでしょうか。今日の内容をおさらいしたいと思います。1つ目、2つのロングキックについて比較してもらいました。そしてその2つ目、2つのロングキック動画の解説をしていきました。3つ目、具体的な練習法について解説していきました。そして大事にしてほしいのが、ロングキックはあくまでも手段の一つっていうのを最後に話していきたいと思います。ロングキックが蹴れるようになったからといって、試合中ですね、ロングキックばかり蹴ってしまうと、相手はあ、こいつロングキックしか蹴らないんだなって、パスとか繋いでこないんだなって思われてしまうと、そこで駆け引きが生まれませんので、ロングキックも蹴れる、ドリブルもできる、パスもできるっていう風にですね、相手にとって厄介と思わせることが非常に大事なんですね。なのであくまで選択肢の一つとして、ただロングキック蹴れるんじゃなくて、ロングキックも蹴れる、ロングキックの中でも、低弾道のロングキックも蹴れる、ボーンって遠いところも蹴れるっていう風に、やっぱりこう手段は多い方がディフェンスは迷います。なので自分の手段を増やすために、いろんな練習をして、いろんなことができた方がいいので、そういった選手を目指してぜひですね、活躍できるようにこれからもですね、練習頑張ってほしいと思います。一緒に頑張っていきましょう。僕も応援していますので、この動画がですね、気に入ってくれた方、いいなと思った方、勉強になったなと思ってくれた方はですね、ぜひですね、チャンネル登録、そしていいねやコメントもですね、ぜひよろしくお願いします。概要欄の SNS の方のフォローもぜひですね、よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ではまた。今回の動画はですね、9月17日に、放送されました動画を再編集して、投稿しております。
シーズン的にですね、新たなシーズンに向けての準備になると思います。しっかりですね、ロングキックを蹴れるようになって、チームで活躍する選手を目指して一緒に頑張っていきましょう。また別の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。もったいない。